芸術学専攻では、2021年度より、英名を Sustainable Contemporary Art Practice and Visual Culture Studies と変更しました。頭文字を取って、通称 SCAPE と呼びます。授業内容も大きく変革し、現代美術の多形式制作、制作理論、現代美術批評、ジェンダー論やポストコロニアル以降の視覚文化研究などが中心となっています。教員は全員、海外活動経験を持ち、一線でのキャリアを保有する新しい構成になっています。制作と実践と理論が横断的に学べる新しい教育環境から、現代美術アーティスト、アートマネジメント、プロデューサー、クリティック、教育者、研究者などを輩出していきます。今回は、そんな新しいスケープを目指す未来の専攻学生へ、シン・ゴジラやエヴァンゲリオンシリーズなどで著名な、庵野秀明監督の右腕的存在として活躍される芸術学専攻の先輩からメッセージをいただきました。三好寛と申します。私がカナダ美術工芸大学に入学したときは、芸術学専攻は、ちょうど3期目ですね。私が1年生の時に、まだ4年生はいらっしゃらず、3年生が一番上の方でしたね。で、15年間ぐらいですね、ジブリにいました。一つはですね、株式会社カラーという、アニメーションをはじめ映像制作をやっている会社の社員です。私はですね、文化事業担当学芸員に刷り込まれています。一つはですね、特定非営利活動法人アニメ特撮アーカイブ機構、こちらの事務局長を務めております。で、どちらもですね、株式会社カラーの社長は庵野秀明、特定非営利活動法人アニメ特撮アーカイブ機構、略称アタックと言います。 ATAC と書いてアタックと言いますが、こちらの理事長は庵野秀明です。何をやっているかというと、映像の制作会社カラーで作っている、映画のお手伝いをしつつですね、例えばそうですね、展覧会をやったり、本を作ったり、という映画の宣伝をしたり、そういった側面で映像制作そのものにはコミットはあまりしませんが、もちろん映画を作るときにいろいろな資料が必要になったり、昔の作品を、調べたいというときに、協力したりすることもありますが、そういう、法的な縁の下の力持ち的なことをします。で、特定非営利活動法人アニメ特撮アーカイブ機構アタックと言いますけど、アタックの方での作業は、アニメや特撮の中間制作物を保存して、いろんなことに役立てようという、いわゆるアーカイブ活動をやっています。例えばアニメですと、原画ですとか、そうですね、背景画ですとか、要するに実物の絵ですね。これらがその中間制作物に当たりますよね。特撮で言いますと、例えばミニチュアですとか、あるいはヒーローとか怪獣が、昔はそのスーツを着ぐるみですね、着て撮ってたので、そういったものなんかが中間制作物に当たります。これらが、映像を作り終わった後ですね、捨てられるものだったんですね。だけど、そういう作品を、例えば、より深く研究したり、調べたり、あるいはその作品そのものがいかに面白いか、いろんな楽しみ方をする際にですね、やっぱそういう中間制作物も
触れてみると、いろんなことがわかる。まあ、このものを見ても、これ美術工芸品と同じような楽しみ方も可能であると思ってます。つまり見て楽しむ。それから、まあ、調べたり研究する。要するに知って楽しむ。で、なおかつ、こういった中間制作物、つまり人の手仕事の痕跡が残ったものを見ることによって、新しいものを生み出すヒントが得られるんじゃないか。つまり、クリエイティブの、まあ、なんていうかな、源泉になる。まあ、そうなったらいいなと思ってやってるんですけど、つまり、古いものだからといって、まあ、遠くに遠ざけるよりは、できるだけそばに置いて、アクセスがいつでもできるように状態にしておいて、その方がきっといろんなことに役に立つ。あるいは、まあ、面白いんじゃないかと。人生楽しくなるんじゃないかと。そう信じて、そういう中間制作物を中心としたいろんなものを残して、利活用の道を、まあ、探っているという。まあ、言ってみれば、まあ、本当に博物館の事業と、それは何ら変わらないと思いますが、特にこのアニメや特撮というのは、大量の中間制作物が生み出されます。もう集団作業で、いろんな人が日夜、いろんなものを生み出している。でもそれを、ちゃんと残すっていうのを、もう本当に、誰かが注意深くある努力を持ってやらないと、さっきも言ったように捨てられちゃうんですね。まあ、まずは大量にあるがゆえに置き場に困ったりとか、あるいはもうフィルムが全て、映像が全てだから、そういったものがちゃんと残ってれば、もうあとはその元になった絵とかいらないじゃん、下書きじゃん、エスキースじゃん、マケットじゃんということで捨てられてしまう。まだそういう意識もあります。でも、そうではない。やはり、魂が宿ってるのはそっちだったりもするので、そっちの方にも魂が宿ってたりもするので、これも大事にした方が、より文化的に豊かになる。はい。でも、なんだろうな、面白そうだからやってみるっていうことはずっと思ってましたし、今も面白いです。卒業生の中には、学会で発表したり、現代美術の作家として活動する先輩など、さまざまな方がいます。2021年度、卒業生の就職・進学率は 100% でした。芸術学スケープでは、さまざまな専門分野のプロを育成する教育環境を提供します。新しい専攻として生まれ変わった芸術学専攻スケープで自分のやりたいことを見つけてみませんか？